はい、ということでね、残す G エンドの、攻略に入りたいと思います。G エンドの、攻略する上で重要な分岐は実はね、このチャプター1にあるんですよ。このチャプター1での行動が実は G エンドする上で一番重要なんですね。でそれがどんな分岐なのかというと、このね、チャプター1のこの家で、まあ、鎧がねあるんですけど、ここでねゆうちゃんで、調べちゃうと、まあ、鎧がね動き出すんですよね。でもここでねあえてね鎧を、触らないでスルーします。一切触らずにこのまま、展開を、進めていきます。するとねちょっとね展開が変わってくるので、見ていきましょう。でまずはこの千夏の部屋に入ってで、まず奇妙な像を調べます。この像、何これ、まるでついてるみたい。そんな、この力。うわ、姫、誰の姫誰の悲鳴だ今なんか聞いたことあるかな、今の声ないよね。さあ誰の悲鳴なんでしょうかね。まず秋代の部屋に行って、そしてここの部屋に入ると閉められて、千夏の声がして、ここにマサハルくん、マサハルくん、そんなに怖がるな。あ、ショーに変わった。やめて。あ、変わってないか。マサハルくん。マサハルくん。マサハルくん。妹にやられた。はい、ということでね、マサハルくんが、ある意味初登場したっていうのかな。まあ、とりあえず、鎧に触らないで、さっきの像を調べると、このね、マサハルくんが、千夏に殺されるみたいですね。はい。まあ、これは別に、まだね、G エンドになるわけではないんで、このまま、続けていきます。ちなみにこの待って、この状態でちょっと待ってね、まあ、あとは、チャプター2飛ばしてまたチャプター3の途中からね、になるんですけど、その G エンドはね、あのチャプター3で確定するんで、だからまたチャプター3まで飛ばさないといけないんですけど、ちょっと待って、その前にまあ、正春くんってのはこのね、高野家の、息子ですね。秋代千夏で正春ですね。三人兄弟なのかな多分。まあ、正春くんは、一周目、二周目では全く登場しませんでしたけど、それはなんでなのかってのはまあ、後々説明します。さあ、鎧を調べたらどうなんだ。鎧調べます。すると、わ、ちょっと不気味ね。動かないんですね、これが。動かないんですね、これが。こう、なぜ鎧が動かないのかっていうのはね、後々説明します。それでは、チャプター3までカットします。あ、ごめん、カットしようと思ったけどさ、そういえばさ、俺さ、M エンド確か見てなかったわ。ごめん。あの実況の動画の中で確かね、M エンド見てなかったと思うから、M エンドも一応ね、見ておきます。まあ、M エンドは、みこし様を持った状態のまま、この寝室に入ります。まあ、するとね、弥生が千夏に襲われてますよね。さあ、どうなるかな？おばさん！千夏突き飛ばして、
千夏のスカート見えて、スカートの中見えて、早く逃げてクレメンス、やめて出てこないでクレメンス、千夏起き上がって刺されて、刺されて終わりと。ショーが出てきませんでしたね。まあ巫女様置いてればショーが出てきたっていうね、そんな話ですね。はい、というのが、M エンドでした。確か動画でやってないよね、これ。うん。で、一応ね、見ておきました。はい、じゃあ、また、チャプター3まで飛びますね。はい、カットします。はい、ということでね、またまたチャプター3まで戻ってきました。さあ、ここから、最後のね、残すところの G エンドがね、どうなっていくのか、見ていきましょう。あ、開いた。さあ、ここに入ると、なんだ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 前まであの、警報装置解除しないと入りませんでしたが、今回はなんか入りますね、いきなり。そしてなんか床に血痕があるが、この床、血痕はなんだ。さあ、これは何。うわっは？すべての人間に死を意味不明すぎてくさ。今あの降ってきたのは、鎧でしたね。うん、鎧鎧が降ってきましたね。あの鎧はまあチャプター1のチャプター1の鷹の木にあった鎧ですよね。はい。で、まあ、3周目、今回は鎧をね触らないで進めるっていうね。まあ、あのエンディングというか、まあ、ルート分岐だったんですけど、じゃ あ、 あの鎧に入ってたのはとか、まあ、鎧は何者なのかってことなんですよね。で、まあ、それはあの作中では全く明かされてませんでしたけど、まあなんかネットで調べた情報曰く、あの中にはマサハルくんがね、マサハルくんがね入っていたらしいです。だから1周目2周目だとあの鎧がね動き出しましたけど、あれは、中に、マサハルくんが入ってて、まあ、なんで入ってんのかよくわかんないですけど、とりあえずマサハルくん入ってて、でマサハルくんの意思で、動いていたようですね。でも今回は、鎧に触らずに進めたらマサハルくんがマサハルくんの部屋で、血夏にぶっ刺されて、死んでましたね。でどういう因果があるのか知らないですけど、そのまま進めると、チャプター3で中庭に行って、なんか唐突に上から鎧が降ってきて、ゆうちゃんは下敷きになって死ぬと。意味不明すぎてくさ。だからその後のセリフがなんかさ、サイドウがさ、すべての人間にしようとか言って、いや、サイドウの仕業だな、あれ。意味不明すぎんだろ。そもそもあの床に落ちてたってか、床の結婚、誰の結婚だよ、あれ。意味不明すぎてくさ。ガチで意味わからんだろ、これ。っていう、エンディングでした。まあ、今作は、IGN ですね、これ。今作は、A エンド以外は全部バッドエンドでしたね。うん。てか、なんかもう、わけがわからん、正直言って。意味不明なエンディングが多い。だから唐突すぎるよね。選択肢をなんかさ、
間違えたらもうその瞬間に速攻でエンディングになるし、なんか本当にわけがわからんよね。A B C D E F G H I J K L M が全部で13エンドですね。13エンド、 A エンド以外全部バッドエンドっていう。でまあ一応ね、あの全部回収したので、まあどうやって各エンディングの条件を言ってきますね。で各エンドの条件としましては、まず M エンドですね。 M エンド、これは血圧にぶっ刺さるやつですね、寝室で。これはチャプター1で食堂で、高野弥生の悲鳴を聞いてから、みこし様を持った状態で寝室に入るともう血圧にぶっ刺されて死にますね。みこし様を持ってないと将に変われるので助かりますね、はい。でエンディング L は、これも血圧にぶっ刺さるやつやね。エンディング L は寝室で高野弥生を助けた後、鍵をかけずに食堂で出てしまうと、このエンドになります。まあ正解は寝室で、弥生おばさん助けた後すぐに寝室出てから寝室の鍵で千夏を閉じ込めるんですけど、千夏を閉じ込めないと弥生おばさんがなんかベランダで死んでて、なんかよくわからんが近くにいた千夏にぶっ刺されて死にますね、はい。で K エンドは千夏の部屋で像がね、あの黄金像がなくなったのを確認してから1階に降りると、玄関にバーコードね、バーコードおじさんがいるんですけど、そこでショーの状態で話しかけると、なんか知らんけど、バーコードの腕が千夏に切断されて、でさらにそのバーコードが持ってた腕が握ってた寝室の鍵、あ違う、廊下の鍵だっけ、書斎の鍵か。で書斎まで行くと、まあ、バーコードいるんだけど、またそこに唐突に千夏が現れてバーコードぶっ刺されて死んで、で翔かな、優かなも刺されて死ぬとっていうわけわかんないエンドでしたね。で J エンドはこれは書斎で翔の状態で、バーコードに話しかけると、首絞められて死にますね。あの像を持っておかしくなったバーコードに首絞められて死にます。ここは、U の状態で話しかけると逆に助かりますね。バーコード突き飛ばして。はい。で、I エンドはこれ最後のあれですね。暖炉の手順を間違えたり、タイムオーバーになると、時間切れになると、鎮圧にぶっ刺されるというやつですね。はい。この、I, J, K, L, M が全部、チャプター1でしたね。はい。で、H エンド、A から H エンドはチャプター2ですね。H エンドの、条件としては、研究室 B ってところに、藤香がいるんですけど、ここで小の状態のまま話しかけると、藤香に撃たれて死にますね。U の状態だと、ここは助かりますね。はい。はい、G エンド。あ、これさっきのやつですね。一番くっそめんどくさいやつですね。チャプター1で鎧を触らずにクリアして、チャプター2もそのままクリアして、チャプター3で中庭まで行くと、中庭行くと、なんか上から鎧が降ってきて、巻き込まれて死ぬと。これなんかね、強制的に G エンドになるらしいね。だチャプター1で鎧に触らなかったら、もう、最終的には G エンドも確定らしい。序盤でいきなり積むっていうね、超重要な実は分岐でしたっていう、よろしく調べるのは意味わからんよな。まあいいや。はい、F エンドはこれ研究室 C ってとこに、まあさっきやったやつだね。あ、じゃあこれ C じゃねえ、エンディング F ですね。研究室 C に、サイドがいるんですけど、ここでショーのまま話しかけると、ナタで殺されますね。U だと大丈夫だけど。はい。で、エンディング E は、倉庫に、御堂島ね、U の
お父さんがいるんですけど、ここでショーのまま話しかけると、ショーがなぜか主人公の父親をその場で殺して、でそのままエンディングになるっていう、これも意味わからんエンディングですね。これは U の状態で話しかけるのが正解ですね。はい、でエンディング D は解剖室 B ってとこに、藤香がいるんですけど、ここで U の状態で話しかけると、藤香に踏みしめられて死にますね。みこし様を持った状態だと、あ、じゃあ間違った、みこし様をどっかに置いた状態で話しかけると、途中で章に変わって、助かりますね。藤香を蹴飛ばして、藤香がどっかに逃げていってね、助かりますね。はい、で、エンディング C、これもさっきやったやつですね。これ最後のところで、ゴーモトに話しかけられて、そこの選択肢でイエス選ぶと、なんか強制的にエンディングになりますね。はい、でエンディング B は、まあ、これも似たような感じで、最後、石杖がいるんですけど、石杖の選択肢で同じくイエスを選ぶと、また強制的にエンディングですね。でエンディング A は、逆に、正当な手順で最後まで進むと、エンディング A を迎えると、まあ、これはクリアエンディングっていうですね、グッドエンドですね。はい、というのが、今作の全エンディングでした。いや疲れたいや疲れた。で全エンディングクリアすると、なんかね、このガイドっていう、なんか資料集っていうのかな、が見れるらしいですね。はい、御堂島優、西道不死と失脚させるため、御堂島隆によって西道家の墓から掘り起こされた少女、本名は西道凛。あ、本名西道凛、あ、西道凛、凛ちゃんってこれゆうちゃんのことやったんだ、ね、本編でね、名前だけ登場した西道凛、誰なんだってずっと思ってたけど、これゆうちゃんのことやったんや。まあ、それにしても、お墓の中に赤ん坊いるっても意味わからんような、ガチで意味不明すぎるよねこれ。大病院の院長を務める父は、家に不在気味であったため、一人で幼少を過ごす家庭で、おとなしい性格の少女として育った。大病院の院長なの、御堂島隆って。あ、違うか、西道不死とか、西道不死の方か。え、これどっちの父親のこと言ってんだ。小さい頃から父から与えられたお守りを御輿様と呼び、肌身離さず持ち、それを心の拠り所としてきた。暗い、霊感が強いため、何かと心霊現象に結びつける癖がある。おお、なんかショーに変わったんだけど、急にビジュアルが。御堂島優に宿る裏の心、西道家に恨みを持つ家系の怨念であると考えられ、西道家では呪われたことして恐れられ、生まれてすぐに墓に葬ることが代々行われてきた。墓に葬る、なんか墓に埋められて葬られてたのか、あの赤ん坊は。残虐非道、冷酷な人格だが、宿り主優に対しては優しさも見せる。おそらくは単純な防衛本能であろう。実際のところ、彼の存在意義、存在理由は不明で、不明なんかい公式がなんかもう、公式がさ、不明って言ったらもう終わりやん。御堂島隆、優の仮の父、藤香が実の娘、かつて弁天製薬研究所で高野はじめと共に働いていた。研究所では1、2を争うほどの技術者だったが、天才科学者西道不死との出現によりその座を追われることとなった。こう、科学者と医者ってなんか領域違くねそのため高野はじめと共謀し、西道家の墓を暴き、不死との隠し子優を奪い去る。ん？不死との隠し子、隠し子、その目的は西道不死との失脚にあったが、結果的に優を利用することなく、幻覚剤を仕込んだ金色の像によって関係者を全員狂わせることで復讐を図った。あ、え、何？え？幻覚剤？待って、ウイルスはどうした？
高野はじめ、てか失脚させるためにイーオンリアしたってもう意味がわからんよなそれどういうことそれどうやってイーオンを使って失脚させるんだよ。弁天製薬研究所所長御堂島隆に誘われ西道家の墓を暴く。隆には西道家の秘宝を記した像が隠されていると教えられていた。犯罪を犯してまでの貪欲な科学者としての向上心とは裏腹に小心者でもある。あ、だ、こいつも科学者なの。隆が匂わせた西道家の呪いをすっかり信じ込み、16年間金色の像に仕込まれた幻覚剤には気がつくことなく能登にしまい続けていた。え、なに、血夏とかは何、幻覚剤でおかしくなったのあれ。いやいやよゾンビになってたやん。鷹野弥生、鷹野はじめの妻、別段特別な設定はされていない。いや知らんわ特別な設定はされてないと投げありやな。石杖がイーを助けて病院に運んだのは彼女が三枚書に通報したせいである。出た、正春正春のビジュアルがあるんだけど。今年高校入学を控えた高野家の長男、殺人鬼と化した千夏に怯え、鎧武者の飾り物の中に隠れるうち幻覚剤によって自我を失い、さまよう殺人鬼となる。はい、ということらしいですね。正春が鎧の中にいたのはいや、幻覚剤なんなんマジ、どういうことよ。高野秋代、中学1年生、学校から帰宅途中に再度不死者によって HU 号泣菌を投与され生きる屍と化した。え、どういうことえ、なんで再度不死者に HU 号泣菌投与されたの。え、このさ、 HU 号泣菌とあの幻覚剤の違いは何なの、これ別なの。ゾンビになるやつは HU 号泣菌で、だから純粋に頭おかしくなってんのは幻覚剤ってこと。要するにこれめちゃめちゃややこしいね。ふっそややこしいな、それ。帰宅後、弥生を襲い、はじめによって殺害されるが、HU 号泣菌を注入された右腕のみが生き続けていた、あまりに不遇な少女である。ってことでね、やっぱりね、最初の、プロローグの段階で、実は、バーコードがこの秋代をぶっ殺して、体をバラバラにしていたと。そういうことですね。タカのチナ、いや、ビジュアル怖いわ。ビジュアル怖いわ、チナツ。これ、正常状態、それとも錯乱状態。御堂島隆によって、金色の像に仕込まれた、幻覚剤によって、無差別殺人鬼と化した、小学1年生の次女。最終的には、目前で燃やされた幻覚剤の、化学反応によって、正気に戻る。意味がわからん。何化学反応って。最後に千夏から離れた霊魂は、幻覚剤により、優の見た幻覚であり、実際に何かに取り憑かれたわけではなかった。いや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 、あの、ショーが何回もぶっ刺したんですけど、ナイフ。千夏に対して。拳銃もバンバン撃ちまくったし。どういうことよ、それ。意味がわからん。石杖仁志。隣町三枚町にある三枚署の刑事、クールでキザ、ゴーストヘッド第一期シナリオでは三人の主人公のうちの一人だったが、あえなく脇役になりたかった。三人の主人公も、どういうこと？ショーとユーと、じゃあユーとショーと、こいつ？第二期シナリオでは特に裏設定も用意されなかったが、エンディングに登場するあたりは、さすが二枚目キャラか、やかましいわあの後ユーとどうなったか、シナリオ作詞。だから、こう、投げやりすぎんだろ。作者も知らないじゃねえよ。こいつなんかさ、あのさ、クロックタワー2における、なんか、ノラン的なポジションだよね。あの、主人公のジェニファーとさ、ちょっとね、あの、いい感じになるような。なんか、そんな感じの似合わせな、最後あったもんな、こいつ。永遠のさ、ラストで。いいとこ取りしやがったよな。郷本渉、正義感の強い新聞記者。もともとゴーストヘッド第一期シナリオでは、ユウと石杖と彼の3人が主人公だった。はえーと、全然違えじゃねえか。てか一期シナリオ出てきてねえし、こいつらそもそも。諸事情により、第二期シナリオでは石杖同様、脇役になったが、
性格設定などは変更されていない。豪快かつまっすぐな性格だが、八方塞がりの絶望的状況には弱く、短絡的な行動を選択する傾向がある。そのため第一期シナリオでは自殺という衝撃的なラストが用意されていた。知らんわ。つかこいつ1周目の時に全く活躍の場なかったからね。院長、弁天病院の院長、本名宇野達氏。いや知らんわ、本名いらねえから。再度不死との恐るべき計画に便乗し、患者を実験台として提供していた。サイドオフシとかなんか善人なのか悪人なのかもうよくわからんなこれ。それが弁天病院の悪い噂の元凶でもある。弁天病院の看護婦長を務める本名岸厚美。いや本名いらんわ。不審な院長の行動を調査、自力で号泣級計画の全貌を知ったが、自力でってのが草。すでに時遅く、生きる死体がはびこっていたため自殺を試みる。基本的にヒステリックな女性。フジカ。フジカなんかイラストだとなんか美人っぽくて草。ゲームだとクソ怖いけど。御堂島隆の実の娘。8歳の時に母涼子と隆が離婚。フジカは涼子と共に父の元を去った。涼子はその1年後に病死。藤川は遠跡のし、じゃあ遠縁の親戚に育てられたが、年々父への憎悪は深まっていった。高志がイーを連れているところを偶然目撃、父への復讐心はその瞬間に現実となった。第一期シナリオでは探偵社の社長であり、実は事件を起こした張本人という最も重要な役であった。探偵社の社長ってもうわけわかんねえじゃん。コナンかなみたいな。西道不死と弁天製薬研究所に勤める由緒ある西道家の長男。入所当時から天才科学者と謳われ、その能力を余すことなく発揮した。そのため御堂島隆から嫉妬され、今回の事件を巻き起こすこととなった。1982年長女凛を授かるが、呪われた娘であったためしきたりに従って生き埋めにした。その頃から彼の中では号泣級計画が練られ始めた。これ生き埋めにしたって言って、なんでこれ生きてたんだ、あの掘り起こした時意味わからんやろ。生き埋めにした死にてんのも死ぬだろこれ赤ん坊。おそらくは人類に対する復讐という勘違いから生まれた計画だろう。いやどんな勘違いや、もう意味わからんやろこれ。どんな動機よこれ。御堂島隆より送られた金色の像に仕込まれた幻覚剤によって自我を失い殺人鬼と化してしまったことにより彼の人生は終わった。第一期シナリオでは具現化した藤川の裏の人格として設定されていた。具現化した藤川の裏の人格、な二重人格持ってるやつ2人いんのこれ。元々の設定だと金色の像、御堂島隆が鷹の初めに西道家の秘宝が隠された像と偽って預けた像、実は人間の自我を崩壊させる幻覚剤が仕組まれていた。いやどんなやべえ幻覚剤だ、そんなの実在するんか。やばすぎだろ。覚醒剤か何か。隆は西道家の墓を暴く際に掘り起こした像を、あ、じゃあ掘り起こしたイーを見ていたと思い、初めを狂わせて口を封じようと画策したのだ。え、ないないない、どういうこと。あの箱を掘り起こすのにバーコードが見てしまったと思ったから、バーコードを口封じしようと したってことか。しかし U を再度不死と失脚の道具に使うことをためらった隆はさらに再度不死とにも送りつけ、再度不死とも重くりません。いや強すぎだろこの金色の像。てかなんでこいつは逆に大丈夫だったんだよ、意味わからんやろ。なんだろう、西道家の過去、代々西道家には双子の赤子が生まれることが稀にあり、それも女子に限った。裏の心が双子の意識だけが宿ったものなのか、西道家に恨みを持つ怨念なのか誰にもわからないが、西道家では双子の赤子を呪われた今年、
生きたまま墓に埋めるというしきたりをかれこれ100年以上も続けている。双子？双子の赤子？これ言うて別に双子じゃなくね。神輿様、御堂島優が子供の頃から大事に持ち歩いているただのお守り、どこか近所の神社で高志が購入したものだと思われる。裏の心に気づいていたのか、優は幼少期より幼少より頻繁に情緒不安定になったため、精神安定剤代わりに与えたものだった。逆にそれが今までショーを発言させない理由ともなっていた。 HU599 菌、再度フシタが研究開発した細菌、投与された人間の体内で成長、脳として機能する寄生脳と呼ばれた。その際人間は脳死、寄生脳を持つ人間は緑色の肌、黄色の血液に変化し、寄生脳を破壊しない限り体から切り離されても寄生脳の存在する部分は生き続ける。あ、これで終わりかな。設定終わった。いや疲れたな本当。ヒントはどうでもいいか。この下のハテナ何これ、このハテナなんだ。まあいっか、まあいいや。あ、これエクストラにね、これ永遠でクリアするとこなんかね、よくわかんないけど、なんかミニゲームモードがね、あるらしい。これはなんかね、ゾンビ倒すモードらしい。けどまあ、めんどくさいんで、いいかなと思います。はい、ということで、クロックタワー、ゴーストヘッド実況は、以上をもちまして、終了としたいと思います。まあ、今作はね、クロックタワー1、2に次ぐ、GH という作品でしたが、まあ一応ヒューマンが作ったゲームではあるんですが、ですけど、1と2を作った、河野ひふみさんっていう、まあクロックタシリーズの生みの親が、は、関わってないんですよ。まあ関わってないからこそ、なんかこんなよくわからん、よくわからんクロックタになったと思うんですけど、で、その次が一応ね、クロックタワー3ってやつがあるんですけど、まあそのナンバリングのね、続編なんですけど、まあそれはね、もう制作会社がカプコンに変わってるんで、もう完全に別物、もうストーリーもね、もう、ほぼ繋がりないです。まあ今作もぶっちゃけ繋がりなかったけど、クロックタワー3も大概にも繋がりないんで、もう別物ですね。だからもうクロックタワーシリーズって言ったら、1と2のセットと、あと GH の外伝と、あともう別物の3って感じ。そんなグループ分けって感じかな。はい。ということで、まあヒューマンが作ったクロックタワーはとりあえず1、2、あとこれだけです。でね、まあ一応、まあクロックタワー3もね、僕ね、実況しようと思ってますんで、まあ次はね、クロックタワー3を実況していきたいと思います。まあただ、ほんと全然クロックタワーと、もう別物に仕上がってるんで、そこは期待しないでください。はい、という感じでね、まあ今作は、まあクロックタワー1、2とは全然ちゃいましたけど、いろいろとまあこれはこれでまあ面白いところもあったかなと思いますね。まあ怖さは健在だったかなと思いますね。まあ初見だと特にね、間違いなくね怖いと思います。はい、まあ、ただね、システム面がね、いかんせんね、だるかったね。ゾンビ撃退するのね、くっそめんどくさい。マジで。それだけはね、本当にね、下船ね。下船はそれ。死ぬほどめんどい。銃がね、銃で撃つのむずすぎ。銃よりもね、シナリオ2のモップとか、チャプター3の、消火機能がね、強いかんね。銃よりも強い。紛れもなく。まあ、ただ、まあ、そういったところもね、まあ、昔ゲームらしいというか、まあ、いろいろ斬新なところもあったので、それはね、昨今というか、まあ、最近のゲームではない、まあ、面白いところだったかなと思います。まあ、興味ある人は買ってみてください。ということで、次回はクロックタワー3を実況していきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。